わあ、大変だぞ、ネズコ。むむ？刀鍛冶の里で、時藤くんたちを撮った写真の中に、お化けが映り込んでるみたいなんだ。むむ。怖がらなくて大丈夫だぞ、ネズコ。兄ちゃんがついてる。むむ。動画を見てるみんなも、どこにお化けが映り込んでるか、俺たちと一緒に探そう。むむ。まずはこの写真。この写真の中にお化けが映り込んでしまっているみたいなんだけど、一体どこに映り込んでるのかみんなわかるかな？ムイチロくんと俺の二人が映り込んでる写真だね。この中にお化けも映り込んじゃってるみたい。どこにいるんだろう？これはちょっと難しいかも。ムイチロくんの方かな？俺の方かな？どこに映り込んでるかわかったよっていう人はグッドボタンを押してくれると嬉しいな。あれ？結構グッドが押されている。ということは、みんなもう分かったっていうことなのかな？一体、どこに映り込んでるんだろう？お分かりいただけただろうか。もう一度ご覧いただこう。時藤くんの方には、お化けはいないみたいだね。俺の方はどうだろう？俺の、顔のあたりにもお化けはいないね。あと服の方は、あれ？体服のボタンの柄がちょっと変だぞ。近づいて見てみよう。これって、もしかして、鬼舞辻無惨？まさか鬼舞辻無惨の霊が写真に写り込んでるなんて。むむ。鬼舞辻無惨も写真に写りたかったのかな？むむむ。よし、別の写真も見てみよう。この写真は小鉄くんと時藤くんが話をしている写真。この写真の中にも幽霊が映り込んでるみたいなんだ。一体どこに映り込んでるんだろう？みんなわかるかな？これは小鉄くんが自分の先祖が作ったからくり人形から時藤くんを触れさせないようにしている様子だね。この写真のどこにお化けが映り込んでるのかな？難しいぞ。みんなはもう分かったかな？お分かりいただけただろうか。もう一度ご覧いただこう。時藤くんの背中の部分にはお化けはいなそう。小鉄くんにはどうかな？お化けはいないみたいだね。後ろにいるからくり人形より一ゼロ式はどうかな？いなそう。あれ？顔ってこんなんだったっけ？よく見るとこの顔って、鬼舞辻無惨？なんだ鬼舞辻無惨、こんな変な変装までして写真に写り込みたかったのか？むむ。変なやつだな。よし、次の写真も見てみよう。次の写真は時藤くんが小鉄くんを守っているシーン。この写真の中にも鬼舞辻無惨っぽい幽霊が写り込んでるみたい。一体どこに写り込んでるかみんなわかるかな？あれ？なんだかいつもと違う感じの場所がある。みんな、どこに幽霊が映り込んでるかわかったかな？もしわかったら、コメント欄に書き込んでほしい。むむ？む？お、ねずこも怪しい場所を見つけたのか。みんなもわかったら、コメント欄に書き込んでね。お分かりいただけただろうか。もう一度ご覧いただこう。時藤くんには、お化けが映り込んでる様子がないな。小鉄くんにはどうだろう？あれ？小鉄くんのお面のほっぺたって赤かったのに白くなってる。これってお化け？小鉄くんのほっぺたに映り込むなんて、鬼舞辻無惨のお化け、ちょっとお茶目かも。むむ。コメント欄に書き込んでくれた人当たってたかな？さあ、次はラストだよ。最後もどこに鬼舞辻無惨のお化けが映り込んでるか探してみよう。むむ。最後は時藤くんと出会ったばかりの場面。時藤くんの言葉に俺はすごく怒ってるぞ。この写真の中にも鬼舞辻無惨のお化けが映り込んでしまっているみたいなんだ。一体どこに映り込んでるかみんなわかるかな？むむ。あれ？鬼舞辻無惨。もしかして、もう、隠れるつもりはないんじゃ。むむ。みんな、
どこに鬼舞辻無惨のお化けがいるか分かったら、コメント欄に書き込んでね。むむ。お分かりいただけただろうか。もう一度ご覧いただこう。トキトーくんには、さっきからトキトーくんの方にはあんまりお化け映り込んでないんだよな。鬼舞辻無惨も怖いのかな。俺の方にはどうだろう。俺の方にも映り込んではいない。あれ？ねずこ顔が出てるぞ。大丈夫か？ってこれねずこじゃない！鬼舞辻無惨のお化けだ！キャー！鬼舞辻無惨、とうとうねずこになっちゃった。意味がわからないぞ。むむ。鬼滅の刃の心霊写真。みんな最後まで見てくれてどうもありがとう。むむ。みんなと一緒だから、鬼舞辻無惨も全然怖くなかったよ。また、みんなと一緒に遊べると嬉しいな。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。むむ。あ、チャンネル登録がまだの人は、チャンネル登録もよろしくお願いします。むむ。じゃ、またね。むむ。今日の鬼滅のスクラッチ。誰が隠れてるか、みんなわかるかな？楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録して遊ぶーむの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると遊ぶーむの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからも遊ぶ